マイクラオセロよいしょさあ、ということで今回はですね、皆さんにマインクラフトでオセロ対決をしていただきたいと思います。おー、オセロあんまやったことないけど、まあ、早速ちょっとこちら来ていただいてですね、どれこれすごい、なんかちょっと登…ちょっと登れ…ちょっと登れませんこれ、あ、階段ちょっとちゃんと作ってくれよ、ちゃんと階段を使うんだよ。こんな感じで、まあ、オセロのマスというか盤面が用意されてまして、すごいね、はい、はい、まあ、この岩盤になってる部分に皆さんはご自分の色のですねブロックを置くことができます。はい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 、外側見ていただくと、なんか変なボタンがあると思うんですが、なんかそれぞれあるね。これがガチャになっておりまして、はい、ガチャ、はい、この中にお題が入っております。はいはい、まずボタンを押して手に入れていただいて、うん、そのお題を盤面にいる GM に納品していただきますと、自分のコマを一つゲットすることができます。あー、もらえるんだ、はい、なので、はいはい、そのお題と引き換えにゲットしたコマを置いていただくと、ここがどんどん自分の色になっていく。おー、すごい、見て、なになに、どうしたん、どうしたん、わし消えたけど、これ大丈夫ですか。こう、あ、でも大将早いね。初手で、まあ、最初であったり、まあ、途中で自分の色が誰かにひっくり返されてなくなってしまった場合、あれは、こうなった場合は脱落ではなく、あ、救済としてですね、まあ、次、じゃあこの状態で大原さんが交換してマスを手に入れたとします。はい、そうなったら隣接する部分左右ですね、こう斜めはなし、斜めなしなんで、はいはいはい、隣接する部分に1個置いて復活することができます。そういうことか。なので、まあ、この状態だとここだったり、まあ、ちなみにこれ角を取ることも可能です。隣接してるので、してればいいのか。なるほど、よく見ていただくと、ここになんかネザライトブロックだったりが埋まってる。なんかあるね、俺ら立ってるとこだね。いや、なんかこのままこうゲームが進んでいってですね、まあ仮に埋まってこんな奇跡が起きたとしましょう。バン、もう奇跡すぎるでしょ、めんどくさくなった。ナイスキースタートだ。で、残りのマスが3つになった時、はいはいはい、1つここのネザライトのブロックレーンが解放されます。うわ、なので先ほどまで角だったここは角ではなくなるという形になります。むっちゃ面白い。またここのマスが埋まっていきましてですね、残りが3つになると最後のここの一番外側の部分が解放されます。そして最後のレーンが解放されてから10分後にゲーム終了ということになります。なるほど。なので角だった場所が角ではなくなったりだとか、まあ、端っこのトレーナーひっくり返せなかった部分を解放されたらひっくり返すことができると、まあ、ちょっと戦略が分かれるというか、それ読みの動きとかもね、読み、そうですね、置き方がかなり左右されるようなゲームになっております。では始めていくんですが、最初1個ずつまあ盤面に置いた状態でスタートしようと思うんですが、まあ若干こう有利不利、まあ、あるか分かんないですけど、こう真ん中の挟まれてる人とか、まあ、ちょっと若干、ね、場所の違いがありますので、確かに、あの帰宅部の、まあまあまあ、あの帰宅部のマイクラじゃんけんでちょっと決めていただいていいですか。あー、マイクラじゃんけんでしょ、マイクラじゃんけん、もう忘れたよ、うん、はい、グーチョキーパーね、まあ、勝った方から場所を選んでいただこう。勝った方、オッケーオッケー、いきますよ、マイクラじゃんけん、じゃんけん、パー、えい、アイコやん、アイコマイクラじゃんけん、じゃんけん、パー、よいしょ、あれ、おお、俺と対戦、グーグーチョキですので、気を対がグーですね。はい、じゃあ対戦、頂上決戦、対戦、頂上決戦、はいはいはい、マイクラじゃんけん、じゃんけん、よいしょ、あれ動けよ、あれ、チョキなのでチョキパーでギョギョさんが1位となりましたので、よし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 、じゃあ、え、待って、だから真ん中は嫌だから、まあだからここにしよっかな、じゃあ、うん、はい、おお、早い、え、あー、セルナさん、どうなったんねん、これ、これどうなったんねん、真ん中やだって、うわー、始めたいと思います。なぜか、なぜ勝ちってしまったのか。まあまあ、誤差階段に色分けされてますね。されてる、されてる。なので、ご自分のガチャを引いていただきます。あー、了解了解。中身は全部一緒になってます。入ってる枚数だったり、入ってる種類は全て同じになってますので、あ、了解です。では、ガチャの前に立っていただいて、スタートお願いいたします。スタートの瞬間を押していいんだね。せーので、スタートで押していただいて、ゲームスタートとなります。簡単なの来い、簡単なの来い。ゲーム難易度はイージーとなっておりますので、お腹すけますし、敵も湧きます。わかりました。なので、ご注意ください。では村が多いぞ、参ります。マイクラオセロ、よーい、スタート。
タート。よっしゃー。はっ。なー。出た。おいまんま最悪。俺も。はっ。なー。出た。おいまんま最悪。俺も。よっしゃー。はっ。なー。出た。おいまんま最悪。俺も。え？ちょっと待って。むずない。これやばい。俺も行くか行くか。俺積んだよこれもう。実質。これさ、多分自分のお題あんま言わない方がいいよね。みんな同じの入ってるからさ、うん、あ、これ取った方ができちゃうもんね。確かに。エンドラの卵か。おっ、ネザライトインゴットはやばいって。それだけはまずいって。あ、ちょっと待って、はい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 。キュウグさん、かぶってます。かぶってますね。村かぶってます。やめてください。村かぶりしてますね。まあ、ただただ、別にまあ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 、そんな。そうおい、おい、邪魔すんな、おい敵は俺だけじゃねえぞ。大体大原もいいんだぞ。大原も究極も敵でしょ。ここでさ争ってる場合じゃないの。おい来んなよマジで、来んなよマジでマジで。なんかデベリ低くねえぞって。なんかいや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 、俺の取ってくんだけど。大原先生ちょっとちょっとちゃんとして。いやこれね、給食ですか、ね、侮っちゃいけないのがこれ結局は、うん、やっぱりマイクラ力なわけよここ。ただ最初にちゃんとね、はい、食料とかちゃんと取っとくって大事ですよね。まあいくら生きがろうか関係ないっていうね、やっぱり最初ね。そう、最初はちょっとちゃんと整備してやります、はい、うわーこれ聖地か、100かけ100聖地。重すぎ、重すぎ。いや知らんけどつまんない重さだねそれ。おいつまんねえとか言うの、どうすんだよ本当に。入ってたら、いや全然入ってないだろ。100かけ100の聖地入っちゃう可能性あるぞ。ゲームマスターやめた方がいいぞそれも。今ゲーム、あっ怖い、強気だね今日大体。もう引退が待たれるよもう。いや俺本当に重くてちょっと泣きそうなんだ今。いや俺もねちょっと、え、視聴者さんこれ多分重いと思うんだよね俺。ちょっと不安になるなよ。なんでちょっと不安になるんだよ。簡単ですよって言われたらちょっと嫌だなって思った。可能性あるよ可能性。逆に俺簡単だからなんか不安になるんだよね。え、おー2人とそんな反応見ておくと、あ、マジかみたいな。え、ちょっと普通に嫌よ相当簡単。え、これマジか。まあでもいつ引くか、いつ簡単なのを引くかみたいなのは大事ってことだよね。つまり、ね、まあみんな同じだからね。いやーちょっとどうしようかな、これちょっと一回もう直下しよう。大丈夫ですか、知らないですけど。いや大丈夫です、これ大丈夫です、これは大丈夫。急に命をかけ始めて、大存在者ありますから本当に。まあ確かにね、うん、連続でねいける可能性もあるからね。そうそう、おー、あざすあざすあざす。とりあえずじゃあやるか。あれもうオセロタイム。え、まあ、早ない。オセロの素材は揃ったね、正直なこと。あ、早っ。うわーやるね、さすがめん。だっこ洞窟来い。え、今、うん、うわっ。よし、なんか耐えていいかげだ。違う違う違う、なんか大原がボソってザッコって言ったのかと思った、キクさんに。そんなやばい。急に喧嘩みたいな。二人に言ったよ。あら、俺もガイ。やばいやばい、3、4、5、水が水が水が。え、何引いた、何引いたの。いや、水が。おめでとうございます。えい、おお。どっち消そうかな。ちょっと待って、ちょっと待って、あれ待って、あれこれ、斜めってありなんだっけ。ちょっと、斜めも情報量が。ちょ、気にしないで気にしないで。俺らは逆転オセロすんだよ俺はよ。いや俺は逆転オセロすんだよ。溺れ死ぬってその溺れ死ぬまでリアクションあるだろ普通。違う、ちょ、みんななんかすごい大事な話してたから多分今。いやしてないしてない。いや俺はもう下克上システムでいきますんで、皆さん侮んないで俺のこと。なるほどね、分かった。俺のこと絶対上で今侮ってるから。来週が帰ってくることを思うと、うん、確かに下克上はできる。確かに、ね、確かに一気に取っちゃうみたいなね。そうそう、角が改めて取り直せるから。確かに。さあ大原はもう2個目のお題。そうだね。うわー早いな。かなり今ハイペースで進められてるよね。いいね。タイタイがずっと村の周りうろちょろしてんだよな。なんか相当きつそうなやつ引いてるっぽいんだよな。え、なんか、え、なんか草壊してる音すんな。お前言うんじゃねえよ。そうだよ、リンゴだよ。うお、本当に。ただタイタイ出ました。ただ出た。大変なことになってまいりましたよ。どうしたどうしたの今、どうなってんの。わかんないよ。俺の予想していい。うん、大原やっただろ多分。何が、見に行くわ、ちょっと見に行くわ。とりあえず何を見に行くの。もないのに言うのも、いや、その悲惨な現状を。あ、やってんな、おい。ゲームマスター、おい、どうなってんだよゲームバランス。大丈夫か。はい、どうぞお願いします。何が起きたのわかんないんだけど。結局さん、うん、我々はもうダメです。ダメな、もうダメです、もうダメな、終わったの。
急須早くしないと。てか俺死んだからさ、あの髪なくなっちゃったんだけど。これはゲームマスターも苦笑い。予想外の展開です。だから何個か忘れちゃった。何個持ってけばいいんだろうこれ。さあてかどっちだろうみたいな。これ救済あるのか。ちょっと何を引いたか言ってくれれば。ラインで送る。僕は何を引いた。ラインはダメだよ。ラインで送る。ラインで送らせてくれよ。なんでマイクラレットがさっき反応したの。みんなわかんねえだろうがよ。じゃあ井野さん言います。ゲームマスターさん言います。なんか銅が関係するやつです。銅が。その原石かインゴットか教えてください。なんで静かなの。ゲームマスター、いい、キヨキヨは置いとけ。俺が、何、はい、教えて。本当にインゴット5つです。インゴットか、焼くんか。なるほどね。やべえ、バレた。どうぞ。焼くんかいって何してんの。俺の2つ目。あ、2つ目か。早いな。まあ、リンゴをずっと取ってたからな。本当にリンゴ必要なのかな。疑心暗鬼になるね。これしちゃってるか。またお話にならないってやつですかね。いや、可能性あるね、これ。なんか2人同じお題やってんの。いや、違う。あ、違うんだ。ほい、やめろ、みんなインゴット取るんじゃねえ。みんな忘れてくれ。誰もそう潰さないんだよ。ひっくり返せるところがない場合も隣接のナイトパーキと同じルールで置くことができます。あ、なるへそ。よしよしよし。おはら、リタイアしてもいいやね、別に。なんでなんで何のリタイアです。リタイアしてもいいです。じゃあ、ここ。おー、オーマイガー、オーマイグネス来た。オーマイグネス来たね。オーマイグネス来た。さあ、キューブさんがまだ、え、キューブさんもしかして、うん、いや、私はもうゲットしましたんで、今初めてのオセロタイムさせていただきます。お、ナイス。この辺ね、目のため倒しとくっていうね。じゃあその前にいたのか。そのいたんだよ。キューブさん早いな。はい、ごめんなさい、髪なくしちゃいましたが、はい、ピカピカさんお願いします。はい、ゲームマスターだから。ゲームマスターさん、あー、センキューでーす。よいしょー。ゲームマスター、次、俺のやつ、そう、お願いします。ちょっと、もう一回。最初俺ですよね。うわ、なんだこれ、俺のね、隣接するところ置いていいんすよね。わー、ダメだ、置けねえよ、これ。どこ置いても俺取られんだけど。ジョアラより早く置けばいいんだ。タイタイに取られないようにすればいいから。まあ、それはちょっとあるね。うん、ここを置いてタイタイに取られないようにして次のガチャ引こう。大原が来る前に。どうしようかな。そうすれば俺大原が駒取れる。ただ休業制の、はい。ああ、そういうことね。でもそろそろ新エリアも解放されるから。はいはいはい。次もう俺なんか持ってました、たまたま。早っ。お、早っ。いいですか、いいですか。どうぞ。ノータイム。これのこれです。休業ドルーン。やばくない？おでカンニングか。おめでとう。カンニングしてない、マジで。たまたま。よかったな、俺よかったな。どうしようかな。いやーやるな、キューブさん。斜め置いていいんだけど、まあここ取って、ここをちょっと、はい。何をしようというのかね。侮ってて、ごめんね。日本語が変、もう。ごめん。あ、よ、なるほど。あ、出る。確かに、大体ね、これきついね。きついっしょ。マジで運に左右されるね。そのね、反対側の村俺行ったんだけど、そっちにもなかったね。なるほどね。あ、大原ちょっとこっち見てみ。こっちこっち。あのさ、ありがとうございます。なにはい、俺大体のこと PVP します。わかんないわかんない。ゲームさん、何が起きてんのか。お願いします。何が起きてんのか絶対にして。何起きたの。痛い。何。あ、大体に全部取られた。これ殺しかないな。なやだ、ちょっとやだやめて。本当にそういう企画じゃないよ。はい、本当に。あ、どうぞ。世の中はゲームマスター大体さん、どうなんすかね。世の中は今日でできてます、ここで。よし、ハッシュタグ大体を燃やせ。さすが炎上チャンネル、ありがとうございます。炎上キング。炎上キング。どこを行ってもなんか微妙なんだよな。もうそろそろ戻ってきてんな。もうそろそろさ、解放じゃないこれ。解放が待って。うわー、解放された。あ、やった。解放された後、納品しに行くのちょっといいかもね。そうだね。カード取れるから。俺の色残っててくれ。俺の色残っててくれ、頼む。いや、あそこからなくなる世界線ないいや、わかんない。ありますよ、これ。今解放された。俺らが全部消えるぜ。そっかわー、やばい、君じゃないよ。はい、ゲームマスターさん戻ってきました。私これ2連チャンで持ってると挟めますからね、一気に。はい、で、これで、はい、これです。はい、ドカーンといけんのか。うるしゃ、解放後、キヨキヨさん、やったやった、ラッキー。どこにしようかな、え、
ここしか取れない。あーここか、ここ取れるならそこだけだよな。ね、そしたら救急選手ここにします。そしてここ、はい、やったやったやった、よし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 。さあガチャください。なんと、なんだ救急さんが悶絶してます。え、これゲームマスターさん、これあれですよね、この辺はなんか荒らしちゃダメですよね。ダメだよ、荒らしちゃダメ、これ荒らしちゃダメです、これ荒らしちゃダメです。当たり前だろ、これダメだよ、これで行くんだよ。俺おいおいおい、なんかね、おい2枚来た、2枚来た、ゲームマスターさん2枚来ました、2枚、2枚、さっき俺掘り行ったんだから、わざわざ。あはマジか、意思疎通 TV 来た。え、じゃあ俺それ出てないわ。え、何これで、これもはや、そう、これ、これやっちゃ、こうやっちゃおう、こうしちゃおう俺。よし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 、これでかい、これでかい、これでかい、こうしちゃおう。いやこれ最後までわかんねえな、これマジで、ここだな。いやこれやっただろ。よし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 、やめてごめん、俺が悪かったから、やめて、おらめた、片付けて。いやそれがね、俺が振り上げて拳違う人に飛んでたんだよ。キヨキヨー、なに待って、俺が見てない間に何が起こったんだ。救急さんがすごい場所に入っちゃった。さよなら救急さん、ちょっとやめてくれ、ちょっと俺これ、あなた頑張ったよ、これマジ、ちょっとどうしよう、これダメだな、遠く行くのメリットないから、もうここで済まそう、ダメだ。キューブさんがその何をやってんのかめっちゃ気になるわ。いやこれは地獄よ、これは。てかさ、自分が採取してるところ見られたくないね、それな、バレるもんな。あバレるバレる、あ取っとこうってなる、ね、ああいう系かなみたいな感じで、そう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 、そう、ね、誰かダイヤモンド来ねえから。いやーきついな、ちょっとありそうだ、ないんだ、ありうるきつさだねそれは。あるもんね全然。ダイヤモンドダイヤモンド来そうだもんな、なんか、はいはいはい。さっきキヨキヨが動員ゴッドとか言ってたから、どう取っとこう。いやいやいや、わかんないっすよそれは。いやもうわかるだろ。まだわかんない、無理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 、わかんないっすよ、 そっからの挽回無理です。まあ、なんでわかんないんだよ。わかるだろうね。わかるか、インゴット強いからな。いや2人来た後だからちょっと怖いな、どうなってんのか。お題がいいね、お題が、お題が秀逸。はい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 、すまん、一号二号、一号二号、なんザコ一号二号、いやいやいや、なんだ、なんだ、言葉には気をつけろ、終わらない。大逆転する、大逆転、よっしゃ、これは全部来たろうな。ここかな、はい、二号です、二号です、おお、なるほど。さあ、戻んなければちょっと厳しいか。オッケーでございます、ありがとうございます。牛さんかな、大体のやつちょっと多めに残してたから、ありがとうございます、許してなぬ。いやでも俺さっき割と取ったけどな。あ、俺も来た、俺も来た、来たぞ、我々の勝ちだ。お、レンチャンボーナス、レンチャンボーナス入った、俺も、お願いします。マジか、レンチャン強いんだよな、それが普通にあんのか、レンチャンが、レンチャンや、取っとこう、もう花とか適当に。ここにしようかな、じゃあ。さあ、集め終わったぜ、やっと。いけるか。よし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 。いやー、これ、あの位置取りたいけど、埋まってそうなんだよな。3連チャン。うわー、無理だ。1個取り取った、取った、取った。ゲームマスター、私が今、お見えだ。私がお見えだ。ゲームさん、敬意を持って。はい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 。ちょっとリスペクトを持って、ゲームさん。これです、これです。はい、どうぞ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 。くれー、やったー。さあ、どこ、どうしよう、どうさあ、どうしよう、さあ、どうしよう。うわっ、キューさんの、はい、あ、でも意外にピュン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 、効果音独特なの、ちょっと一回取れるとこ置くしかないな、ここだよ。じゃあ GM、 おい待ってくれ、どこに置くんだ、言えました。あ、でも大丈夫やな、ちょっと一回様子見にしようかな、これと、ちょっと一回ガチ引いとこう、これ大丈夫かな、 OK です、ちょっと一回ガチ引こう、おお、意外とこれ取れる場所があんまり、う、大丈夫、怪我した、一人怪我したけど今、じゃあ、あるけど、地獄なの来た、地獄来た、地獄来た、うーって聞こえたけどかな、よし、いや結構ポンポン回ってる、ポンポン回ってるよね、意外に、うん、分からん、これはこれゲームマスターいい難易度だったってことじゃないですか、これ。いや、むちゃくちゃすごいよ、書いてさっきディスってたのに、確かにバランス崩壊だって物申して引退させられそうになって、いやショテリンゴはもう罪でしょ、もうあそこだけ切り抜こうと思います。やめて。あ、大体、ん、
その下見た方がいいよ。騙されるわけねえだろ。いや、結構ね、深めの洞窟があった。あ、本当にありがとうございます。じゃあ、後で行きます。大体ダイヤ？ダイヤ見つけちゃう？人の心をもう信じられないようになってしまった。違う投げちゃった。もう俺、誰も信じられない。誰も信じられない。うん。怪物が生まれてしまった。なるほど。これは、ん？誰かが納品して金属を手に入れるっていうロゴが出たんか？っていうことですよね、多分ね。つまり、大体さんは、鉄を掘ってきたということになりますね。つまり、そういうことだ。いや、迷う。ゲームマスターさん、お願いします。依頼です、依頼です、依頼。あ、まあいいや、それ終わったらからでいいよ。あ、でも、みんな意外と早いな。今のうちに、イノさん、今のうちに、はい。はい、これに、これですね。はい。Thank you でーす。さあ、来い。さあ、来い。どうだ？あ、意外に。あ、ゲームマスター、ここ。置きました。あ、そう。意外に残ってるが、お、じゃあ、ここ置くか。待って、ここが一番取れるよね。ここ開けちゃいけないな。いやー、どうなんのこれ。ここにしよう。結構いい勝負じゃない？よっしゃよっしゃ、いいぞ、あれいいぞ、俺意外にいいぞ。あれ前線してる、もしかして。頼む、潰そう。はい、はい、なんだ。うわ、キョブさんの反応が良すぎる、ちょっとさ、リアクションがいい。あれ、すぎるから逆に大げさ太郎なんじゃないかって。そう、大げさ太郎の可能性あるよ。まあ、こっち、あ、なんかいるな、洞窟に一人いるな、なんか。何見てんだよ。いや、ちょっと喧嘩しめきないで、ちょっと仲良くして仲良く。この洞窟ちょっと探検しに行こうかなっていう。なんかボートで引いてこようとした人いたけど、今。なんか今急にぶつかったんで、これ棒じゃないですか、ちょっと。いや、ボートアタックされました。ボートアタックされました。これでぶつけられました、結局。ギルティ。乗り物の方があれですよね、罪重いですよね。免許取ったタテさん。そうですね、やっぱり基本的に乗り物が悪いっていう。でも相手から当たりに来た場合はそれ別ですよね。あら、それいわゆる当たり屋ってやつですね。当たり屋ですか、それ。じゃあ、喧嘩両成敗で。喧嘩両成敗だ。両方ともギルキー。ギルティ。さあさあ、ちょっとここをどうしようかって話ですよ。あ、でも大して取れる場所がないのか。やばい、死ぬ、ワンチャン死ぬ。ワンチャン死ぬ、頼む。助けて。死ね！助けて。ちょっとデスペナルティが、デスペナルティなんかなくないよし！あ！今アディオース、今死んだ。ちょっと待って、お題なんだっけ、お題。あー、オッケー、覚えてる。大きな声で。いや、覚えてるから言わなくていいんだよ、別に。死んだら言わなくちゃいけない。それ死んだら言わなくちゃいけないやつじゃないから。忘れたら聞くっていう話だから。落ちてるもん拾うのありですか？それはありですよ、それはありですよ。奪い行くわ。あ、くんな。いや、ありなんかいっていう。くんな。いや、落ちてるものは拾っちゃうよね、それは。うん、いいのかい。さあ、俺死んだところね。キヨキヨさんの私物しか落ちないけど、今んとこ奇跡的に覚えてるっていう、この凄さ。はい、後ろ見てみ。え、なに、ほんとに、ちょ、やめて、ほんとに俺今ほんとに危ないとこにいるからね。ちょ、ほんとにね、今ね、また死にそうだからね、なんなら。オッケー。ん、あれ、ダメージ食らってんな。はい、オッケー。あ、いる。おい、誰だよ、マジで後ろ来てた、この人。おい、あ、どうも。勝利、勝ちに貪欲だね。いいね。ちょっと待って、俺ちょっと本当にちょっと待って、一回。ゲームマスター、どうぞ。OK、どうしたの？ありがとうございます。あー、どう？いや、別にいいよ。はい、どうはいらない、別に。いや、いただきます。おー、来んな、ついてくんなよ、俺になんかわざわざ。ここもじゃない？ここもじゃない？ワンチャン、キュウベさん倒れたら拾えるかなと。よしよし、耐えていいよ。ついてくんな。わ、ちょっと一回死ぬ。やばい。あれ？あれ？宝の匂いがする。宝の匂いがするぞ。くんくん。よしよし。大原面の嗅覚が。あれ、なんか。はいはい、もう俺ドアを作って、俺は無敵だよ。よし。え、それドア落ちてたら壊し。やめろ、それ壊すのはなしだよ。鬼が多い。壊すのはなしだよ、本当に。それ落ちてたんじゃない？落ちてない。私が設置したんだよね。なんか下になんかある。私が設置したから。よくわかんないです。あ、これ戻る時もちょっと怖いな。ちょっと死なないようにしないと。やめろ。いや、キュウグさん本当に帰れなくなるから。あの、侮ってんじゃねえぞ。なんでだ、急に怖い。ボソボソ系が一番怖い。大体。何？ Thank you. 雑魚。あら。いや、ただの暴言。あら。はっきり言えばいいってもんじゃないからだ。そういうわけでもないの。雑魚じゃないんだ。ああ、そっか。怖い、この子。今どうなってんだろう。はい。俺の残ってっかな、まだ。これ。オッケー、ちょっと待ます。ゲームスター。いいね。どうぞ。今日歴史マネージメントができてないな。なんでそのマネージメント。なんかいい場所あんまないな。
はい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 、渋滞起こってます。すごい、みんな戻ってんじゃん、みんな戻ってんじゃん。渋滞起こってます。ゲームマスターさん、はい、納品しに来ました。じゃあゲームマスターさん、ゲームマスターさん、まあ、ない、ない、あ、待って、そこ置いて帰る、置いて帰る、実家置いときますよ、もうここに。じゃあここ、ここ、はい。ゲームもたまたま俺持ってた。うわちょっと待って、すぐ俺順番待ち、イノさんちょっとこれちょっとほら、見ないでね、見ないでね。はいよ、さっき俺、早く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 、じゃあうるさいな、もうさっき俺それ部品したんや。あ、そっか。さあ、考えるときはゆっくり考えていいんだよ、これね、別にね。早くしろよ。いや、ちょっと待って待って、ケケさん、ちゃんと考えてない。急いで、あ、待って、ちゃんと正解出して、ちゃんと考えて。うん、あ、わかった、ここだ。いや、だめ、違う違う違う、もっと考えて。え、兆候、時代は兆候ですよ。あー、そっかそっか、タイタン今探してっからだ。おい、言うんじゃないよ。タイタン敵だからな。いやいや、みんな敵だから。ちなみに取れる場所がね、マジで今少ないのよ。いや、そうだよね、結構来たよね。え、そろそろあれ角解禁まだ。さあ、制圧されてきております。やべえ、これか、このお題ちょっときついな。おお、持ってた、ラッキー、レンチャンボーナス。いや、でも言うてね、ここでレンチャンしたとてなんだよ。まあ、そのね、角がね、あれだもんな。でも最後10分間だからね。そうなんですよ、実は。ゲームマスター、ゲームマスター、これはまあ仕方ない。まあ、仕方なしのことだな。ありがとうございます。くれてやろう、ここにするか。いやー、これはちょっと運だな。でもここですぐ出る可能性はあるな。 F3B、 ゲームさんが、ゲームマスター、あの、ここら辺砕いてもいいですか。ダメです。ダメだよ。ダメか、取ってこい、サガン。あ、俺も聞いたんだよ、さっき。共通認識になっちゃう。みんな壊そうとする。しょうがない、みんなは一回そこ見るから。そうだよね、とりあえず。そうだよね、チラッて見るよね、一回ぐらいね。いやちょっと落ちませんね。あ、リンゴ見っけ。え、なんで落ちた。え、リンゴ落ちてた、うん、え、いや、俺拾った。あれやってる？いや、やってない。いや、やっ、やりやがった。おい、おい、来んな、おい、おい、おい。え、今、リンゴ？え？リンゴ落ちてた？むしゃ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 。うわー、リンゴ食うなよ、おい！おい！おい、もう離れる、俺は。もう離れる。俺はもう離れるぞ。むしゃむしゃ、やばすぎる。俺の目の前でリンゴ。怖すぎるぞ、この男。リンゴ食いやがった。リンゴやるな。やめてくれ、リンゴ。これだから勝負はやめらんねんだよな。くそ、リンゴ武者置いた。リンゴ武者を食ってやりました。リンゴ、さすが、その道のプロ。やることが違えよ。やべえ、勝負しよう。当たり前だよな、俺のメンタルも揺さぶってきやがる。よいしょ、お待たせしました。おい、おいしょ。頼む、出てくれリンゴって、マジで。おい、出てこい、リンゴ。相変わらず場所があんまり良くない。おや、そろそろ挽回、挽回来る。これリンゴ来い。まだ、もうちょい、もうちょいでいけそう。ちっ、キュさん、何、いやいや、まあいいよ。ないないない、リンゴ落ちてた。違う違う違う、キュウキュウさんの、うん、その生きてる証が、もう命の日がもうすぐ。え、の命の日。何、俺の色。おい、俺の色。頑張ってくれ。いや、俺意外に、俺がさっき見た時にはまだ落ちてね、全然いい感じだったけどな。命の日が、キヨケさんの命の日消えそう、もしかして。おい、やめてくれ。もうダメです。死の宣告すな。おい、リンゴ、リンゴをもう落としてくれ。みんなリンゴを誰かもう恵んでくれ。いや、もう今考えると本当に大原はもうむごすぎる、やることが。マジでむごい。おい、リンゴ、鬼。キヨケさんの後ろに落ちてたんだ。まあまあ、それはそうだな。食べ物としてな、食べちゃダメなんてルールないし。まあまあ、そうだよな、そうだよな、うん、そこはお腹空いてたから食べちゃった。それはそうだ。神を天罰を、彼に天罰を。もう神に願うしかないんだ。神に願うしかないよ、もう。さあ、 F3B、 F3B を押していって、リンゴ押してろ。わーわー、苗木しかない。バン、どういうことだ。オッケー、ちょっと土寄せ見に行こうか。いやいや、様子見に来んな。様子見に来んな、マジで。落ちてるもん全部食うからな。マジで様子見に来んな、ほんとに。赤いもん落ちてねえか。いや、さあ、マジで。あ、なんか落ちてる。あそこ大丈夫かな。あれはなんだ。よいしょ、オッケーでございます。あー、ボート苗木か。ちょうどだね。そしてチーム、ついでに俺もだ。
ここしかないな、でももう取れんの。ここしかないな。止めろ。ここしかねえわ。壊してった方が早いな、おい。いやうわあ！全開！こっから来るぞ、こっから、こっから俺の話が来るぞ。ここから10分間になります。10分か、もう早え。早くリンゴ何しとんねん、リンゴ。ケムさん。マジで。ん？頑張って。ちょっと数は少ないけど、ここを取っときます。いや、カド行ったな。おマジリンゴ落ちろ。もうあなた。この場所大事だぞ。うえ。なんだ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 。行けリンゴ。行ってこい。リンゴ10個来い、彼に。彼にリンゴ10個。俺リンゴ聞いてもまたキヨイさんとか呼び話だ。そうそう簡単な話だね。うん、一瞬で終わるよ。やめてくれ。一瞬で終わるわ。それはそう。やめてくれ。どっか行ってくれ。いや、さすがに2個目食ったら多分キヨイさんは切れると思うんだよ。いやいや。いやもう1個目で切れなきゃもう切れない。切れさせてどうするつもりだ。切れさせてどうするつもりだ。笑う。ただただ性格が悪いっていう。リンゴ。リンゴー。わあもうリンゴ。持ってるとかない？持ってないな。このさ、3周目の大事な時間なんだよ。あと10分しかないさ。あ、違う。もうさ、押してよ。あ、リンゴ来た！リンゴ来た！やったー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 ！ザッサー！ザッサー！ザッサー！狂気を消せ！ゲームマスター待機しておけ！俺が今向かっている！おら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 。キヨグさんが冬の事故で亡くなってリンゴ落ちててそれ間違い食べちゃったらそれはもう。まあまあ、しょうがないね。いや、それはいいですよ。ユサウミ、はいはいはい。よしよしよし。それはもうしょうがないですよ、それは。でも不良の事故を人為的なものはダメだよ。いやいや、何、大原の事故はもうガチャ、大原の事故は事故、先に土台登ったわ、勝ち、はい、俺だ。くそ、列、はい、列です、はい、列です。あ、みんな並んでる、並んでる、みんな、はい、はい、はい、じゃあいいですか、ゲームマスターさん。いや、これ持ってる系が結構強かったりするかもしれないんじゃない。ここだ、俺が取るのは。なぬ、うわー、すごい。よし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 ここで頼め、あと10分。じゃああと10分ねえわ。もうそんなないよ、もうマジで。よいしょ、よし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 。ゲームさんさん、待機よろ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 。いや、俺もこれ待機よろかもしれない。さあ、先に土台上がった方が勝ちよ。はい、なんだよ。はい、よしよしよし。急遽そんな早いのか。オッケー、あー、ごめん、これ嘘、今の嘘、今の嘘ね。あー、ちょっとペナルティ、これね、ここやね。嘘ってペナルティあるよね、多分。あ、これ嘘のやつの虚偽申告は犯罪ですね。犯罪普通に。いやいや、はいはいはい、来ました。さあ、うわうわ、あと5分いいの、うわ、いいところもらえたな。ここ行きます、ゲマサさん、ここ行きました、ここ行きました、 Thank you です。よし、いい勝負になってきたぞ。え、最後あるある、最後に大波乱あるぞ。いや、あるね、これあるぞ。はい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 。おい、ちょっと待って、これ小麦の種、これ設定1だろ、これ。おい、設定1だぞ。よく分かってこと言うな。おい、2周目あるのか。設定1だ、マジで。これこれはでも、いや、もう枯らしちゃったな、俺。鮭、鮭かかな。いやいや、鮭でいいのよ。鮭でいいの、鮭じゃないの、これ。鮭はあれじゃない、よし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 、加工品が鮭っていう。ゲームマスター、ゲームマスター、リンゴだろ、おわら、リンゴだろ。リンゴじゃないけど、リンゴぐらいきついの来た。来た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 、頼むよ。これはせんぞ。鮭どっか行った、マジで。いたいたいた、鮭いた、鮭いた、鮭の群れいた。待って、うわ、リンゴ来た。おわら、よし、むしゃれむしゃれ、あと3分、早い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 。おわら、よこせよ。いや、もうリンゴ出たらもうちょっと あと2分じゃ無理でしょ、もう罪でしょ。いや、よしよしよし、あんた素人だね。あれ、リンゴのプロとは俺のことよ。あれ、よしよし、ゲームマスターさん、準備をよろしくお願いいたします。いいぞ、最後に可能性あるぞ。最後に、さあさあさあ、この土台に乗る、土台に乗る。これラストなるかな。はい、これで。いや、俺はまだいけると思うけどね。まだ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 迷いますけどね。 Thank you です。さあ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 、これさ、これむっちゃ大事、最後むっちゃ大事。うわ、でも意外にいいところ取られてんな。うわ、意外にいいところ、やべやべ、いいところ取られてる。ああ、リンゴ出た。オーラな。なんだ？ここ行くしかねえな。なんだって。ここ行くしかねえ。いい反応だな。ジェーム、ここ行くしかねえ。よし、ここだ。
よっしゃー、いいぞいいぞ、ノージル BGM 出てるぞ今。なんでその BGM？ さあ残り2分、キュインキュインってやつね。誰最後ラスト、やばいやばいやばい、ゲラスト、これこれ、どうしよう、これだけ行きたい。最後ワンチャンあるか、最後やってくれ、最後にかける。あーほら、うわー、たくさん取っときゃよかったな。もうここ取るしかねえな、もうくそ、残り2分か、急げ、大体いやー、最後これ俺無理だな。うわー、もう終わった、もうスモブにしろ。これだけ、これいける、多分絶対いける。あ、ちょっと、あとちょっと。うわー、この紙破きたい、別のにしたい。キムさん、手だ、キムさん、はい、多分同じ、キムさん多分同じです、多分同じ、うん、あぶねー、石で、間に合った、間に合った。いや、うわ、石で大原の道を塞げ、いけ。いや、分からん30秒前、オッケー。あー、もう無理や、これは、これは、よし、これはもうちょっと、よし最後の時をここで待つか。いやー、ラスト20秒前、滑り込んだか。いやー、やるなー、待って、取れてもない。あ、直下すりゃよかったな、最後。10、9、8、いやもう無理だ。6、ここでいいんじゃない、ここで、ここで3、てめえやりやがったな。ここまでー、てて待って、意外といい勝負してない。いや、てかさあ、マジでいい勝負だ、それでは皆様、お待たせいたしました。お、はい、中継が終わりましたので、じゃあ全員ちょっとクリエイティブになっていただいて、もうせーの、見ていいですか、取っていいですか、いきますよ、せーの、よいしょー、ドゥ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 、おー、やばいやばい、今回の結果、あ、俺ダメだな、絶対。ヨゲさん13ポイント、トロさん19ポイント、タイレさん11ポイントで、優勝、大原選手でございました。あざーす。でも、大体ごめん。最後、タイレさんは2枚と大原さんにひっくり返されました。最後、タイタイにとどめさせたわ、俺。その2枚がなかったら、同点でしたかね。そういうことか、それで、キョキョさんがひっくり返されてたら、わかんない。まあ、まあね、最後の大原さんの置いた場所が、確かに順位を決めたっていう感じ。いや、これが勝負の世界ですから。これ勝負の世界。じゃあまあまあ、今回ね、まあ最下位だったタイタイさんね、100キロマラソンということでね。1を褒めよってたから。ごめんって思ったけど、途中なんか騙されたわ。いや、だから、まあその、帰ってきただけっていう。自分の声が帰ってきただけっていうね。いやー。こんなんはしゃあないな。こんなんはしゃあないですよ。やっぱ最後の外周で一気に、レース3分の2ぐらい一気に色変えれたのが、なかなか見事ありました。なるほどね、確かに。いや、でも面白かった、俺。いや、面白かった。じゃあ、一応、大原麺先生ということで、ね、まあ、1号、2号はちょっとね、はい、ちゃんと、ちょっと下にして。キュキュさんもね、負け慣れすぎててプライドないんすよ。せっかくなら玉座作りましょう。そうっすね、玉座作らない。玉座2位で喜んでますから、ちょっと。いや、2位むっちゃ嬉しかったんだけど、俺普通に。あれ金色で、これで、あー、1号2号、いや俺が1号だからな、今回は。ふざけんなよ、俺が1号だぞ、今日は。ふざけんなよってな、1号感出してんだ。ふざけんなよってなんだよ。タイさん、ゴミ箱にするなって。あー、違う、ゴミ箱じゃないよ、ここは。ゴミ箱、あー、いいですね。深い、ヒメさん、カメラマンで。深い、マジで深いんだけど、どういうことこれ。ということで、第1回オセロ大会優勝、大原めーん、よいしょー。いや、これはもう絶対これ第2回やりましょう。ぜひ、めっちゃ楽しかったんで。ということで、また次のオセロ大会でお会いしましょう。ということで、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。あー、どうした。